はい、皆さんこんばんは。今日はね、こちらね、ハエバチュン通りの方にね、やってきております。今ちょうどね、7時を回ったところなんですがね、平日のね、この夜ね、ハエバチュン通り、この辺りね、ちょっとね、歩いてみたいと思います。見ての通りね、非常にね、交通量多いんですけれどもね、向こうの方に行くとね、カンディン市場がありますけれども、観光客の方ね、おなじみのところになっております。ちょっとね、こちらぐるっと回ってね、行きましょう。何が起こるか分かりません。それでは青になったので渡っていきましょうと言いながら来るバイクが来ますけどね、気をつけて渡りましょう。こちらのね、通りがね、なんていうんだ、チャンコアイ街通りですね。あまりね、ここはたまにバイクで通るんですけど、歩いたりすること初めてなんでね、本当に先ほども言った通り、何が出てくるか分かりません。この動画も使うかどうかも分かりません、はい、それぐらい未知数な通りでございます。まあでもね、このベトナムのね、華やかな通りを見ていただけるだけで十分でございます。はい、今のところ何の発見もないな。困ったね、はい。まあ、この辺りはね、なかなかその観光客、まあ、外国の方たまに歩いてるかなというと思うんですけどね、向こう側ですね、ちょっとどっち指さしてんだって感じなんですが、向こうガツっていくとね、もう一区行っちゃいます、ね、皆さんおなじみのね、ウィンフェとかね、あっちの方行っちゃいますけれども、ここはなんだ、おもちゃ屋さんですね。ピカチュウとかいろんなもの売ってます。こうやって見るとこの通り、まあ、銀行がバンバンとあってね、あんまり屋台っぽい屋台はないですね。ここね、前こうまっすぐ行くとあれか、前に何か食べましたね。そうだ、食べたな。これで皆さん、もう見ての通りです。私こうやって今ね、携帯をね、使って撮ってるんですけどね、やっぱりね、このね、道路側ね、持ってるとね、こうパーンって持ってかれることがあるんでね、やっぱりね、まあ、東南アジアね、電話携帯持つときはね、なるべくこう歩道のね、こちら側によってね、使ってくださいね。で、言ってこれ私盗まれたら面白いですけどね、そしたらこの動画は出ません。ここはカフェですね。ここは何だろう、バントンですね。この米粉をね、茹でちゃったやつですね、バントン屋さん。私そこまで好きじゃないんですけどね、ベトナムのね、名物料理ですね。こうはホーチュータイランドですって。うまそうだな。ここはメガネ屋さん。メガネ屋さんはね、ベトナムホーチミン非常に増えてますよ、本当に。あとね、メガネをかけてるね、若者がね、非常に多い。日本より多いかもしれない。うちのオフィスのね、スタッフもね、もうかなりの確率でかけてますからね。来ました、ホッカーヌンガ。このね、屋台ね、向こうでちょっと見えるかもしれないですけどね、もうバイクを改良したね、もう動く屋台ですね。卵とかね、トウモロコシとかいろんなものを売ってますね。わ、ここいいね。ここは何やら、スイカ屋さんか。昔だ、麺屋さんだね。うまそうだな、フーティー屋さん。いいじゃないですか、こういうところで食べるのもね。ペットショップか、食べ物売ってますけどね。最近ああいうね、ペットショップをね、なんだろう、ドッグフードとかキャットフードを売ってるところも多いですね。いいな、ここでも食べたいね。とにかくね、今ね、お腹減ってるんでね、なんか食べたいんですけどね、どこで食べるかも決めておりませんよ。ここいいね、ヘムですよ、吸い込まれそう。うわ、来ましたよ。昔ながらのこれね、アイス売りのおじさんですね。こんな感じでね、ほんと昔ながらですよね。
いいな。前ね、これまっすぐ行ったね、ちょっとしたところでね、あのカニのね、あの晩柑を食べたんですよね。そこも結構美味しかったんですが、それぐらいかな。あんまりこれまっすぐには行かないのでね。これはベトナムのパン屋さん、甘いパンが多いのよね、またね。でもね、昔に比べてこういうローカルのパン屋さんのクオリティも上がってきてますね。いいじゃない、こういう通りもね。あ、これ左行くとあれか、ホアンサーとかチュンサーとかの川の通りですね、なっておりますね。でここがね、皆さん、カティナットっていうね、まあ、若者に大人気のベトナムのね、カフェチェーンになっております。で向こうがハイランドコーヒーね、皆さんご存知かもしれないですけど、有名なあちらもベトナムのカフェチェーンになってますね。結構あれですね、もうこの辺り交通量多いですね、本当ね。あれ結構なんか中華系のお店ですね。ここがホアンティーですね。ここもね、お店ホーチミン市内結構あってですね、美味しいです。お肉とか野菜をね、ライスペーパーに巻いて食べるお店になってますのでね、ホアンティーですね。ご興味ある方来てみてください。ちょっとね、こちらまっすぐ行ってね、またハイバチュンの方戻っていきたいと思います。この通りは私結構通るんでね、いいですね。カービエチン、この串をね、焼いてね、食べます。若者に大人気、魚のね、つみれとかね、そういったものだったんですね。この辺りも意外と観光客の方泊まるのはいいんじゃないですかね。意外と一区にも近いし、お店もあったりするんでね。ここの通りか、あ、そうか、ここか。ここで前動画撮ったんですけど、このフーティー屋さん、ここね、美味しかったです。ぜひ来てみてください。ここで食べてもいいんだけどな、うまい。久しぶりに食べたいな。結構混んでますね。あちらはなんだ、ブンマムですね。私あんまり得意じゃないんですけどね、ブンマムっていう麺料理がベトナムにございましてね、ちょっとスープが独特なんですよね、まあ、発酵させたというかね、そういった料理になっているので、まあ、今度ね、勇気を振り絞って食べてみたいと思うんですが、ブンマム屋さんね、ここ、こちらもブンマム、同じお店か。あとミルクティー屋さんね、こちらね。もうベトナムもね、本当ミルクティー屋さん多いんですよ。一杯ね、まあ、安いと100円とかね、そのぐらいで飲めたりしますけれどね、ミルクティー戦争が起こるぐらいものすごいいっぱいお店ありますよ。ここはバンミー屋さん、あとバンチャンもやってます。あとバンチャンとバンミー屋さんですね。気さくな店さんです。ここはフルーツジュース屋さんですね。まあ、2万5千度か3万度ぐらいで飲めるかな。ここはフォー屋さん、1杯6万ドンか、ちょっと高めだね。もうフォーもね、高くなってきてるんですよ皆さん。本当に6万ドン7万ドンなんかね、しちゃいますよね、お店入ると。 あとここの通りはね、結構金屋さんとかジュエリー屋さんが多いんですよね。こんな感じでね、売ってますよね。すごいね、ベトナム人の人も金大好きですからね。私も大好きです。もし私にタダであげるっていう人がいたらぜひね、ください。でもウェルカム。まあたまにこういうね、あとこういうさっき見ていただいたね、金を売ってるお店、こちら方にもずらって並んでますけどね、あそこもね、日本円持ってったらね、結構いいレートで買えてくれますからね。私もたまにね、友達がこう日本に来て、あ、じゃないですか、ベトナムに来た時にね、両交換所がなかったりするとね、こういうところを連れてきてね、交換するんですけど、まあまあそんなに悪くないですよ、レートは。こういったお店ね、
てますね、パジャマね、こんな感じね。もう女性はね、あのベトナムはあのこういったあのパジャマでね、バイク乗って外出たりしますからね。いいですよ。ここがね、タンディン市場の裏ですね。これ多分昼間とか市場になっててね、いろんなもの売ってると思うんですよね。こんな感じでここを野菜売ってたりね、向こうもまだ野菜売ってますよね。メイド。いいね、この雰囲気も皆さん。もうね、ベトナムはね、野菜が安くね買えちゃいますからね。非常にいいですよ。ここにはココナッツ、パイナップル売ってます。1個1万ドンぐらいかな、売ってますね。ここ本当多いですよね、金屋さんがね、バーって並んでますね。でここちょっとね、まっすぐ行くとね、あのチャオエッグって言ってね、あのカエルのね、鍋料理というかね、私ちょっと合わないんですけどね、ベトナムでは結構メジャーなね、カエル料理が有名なお店がありますね。でここのね、あの市場というかね、ところでもね、ラーメンじゃないですけど、麺料理食べれたりしますよね。文房具とかね、いろいろ、ね、観光客の方もここでね、食べる方いたりしますもんね。後で食べようかな、この辺り。ほら、こちらですね、カエルのこの料理を作っておりますよ、皆さん。すごいですよこれ。これね、カエルのお肉がね、この土鍋の中に入ってね、すごいことになってる。暑い、ここでもすごい。もう火花がバンバン飛んじゃってますけどね。私も以前こちらでね、あの食べたんですけどね、ちょっとね、味が合わなかったですね。ただね、非常に人気なお店になってますからね、興味ある方来てみてください。もうこんな感じで混んでますからね。でこちらね、ハイバチュン通りですね、なってまして、先ほどね、向こうの方からスタートしてこう入ってきたんですよ。でぐわーって回ってね、こちらのね、おけつの方までやってまいりました。見てください、これ全部あのカエル好きの方が集まってますからね。まあ、カエルって言っても本当に鶏肉みたいなね、あの味付けなんでね、全然苦にはならないですね。パンをつけてね、食べる感じですよね。すごいですね、混んでますね、本当ね。お、タムタム屋さんだ。タムタム食べてもいいな、久しぶりに。場所がないからね、これ。後でまあちょっと戻ってきてもいいかな。ここね、タンディン市場ですよね。もう今閉まっちゃってね、ちょっとよく分からなくなってますけどね。フルーツ屋さん、これもう昔からありますよね、このフルーツ屋さんね。タンディン市場は意外と乾物とかね、あとカシューナッツとか、ああいうナッツ系よく有名で売ってますよね。こちらも僕がフルーツ売ってますね。ね、ここタンディン市場ですよね。ちょっとね、向こう側歩いていきたいと思いますよ。とにかくね、交通量は半端ないですね。ここは本当にね、いつも混んでますよ。特に向こう側行けば行くほどね、混んでますからね。信号がないからね、行くタイミングわからないじゃないですか。こういった時はもうね、がっつり歩いていけば大丈夫です。もう避けてくれますからね。ただ私ベトナムで2回バイクにぶつかっております、はい、ただね、もうこうやって渡ればね、バイクが避けてくれますから。はい、渡りました。こちら側ですね。こちらあれで豆腐かな、あ、豆乳ですね。こうやって昔ながらのね、バイクに乗ってこうね、販売してますね。
あそうか、あと生地屋さんも結構三元通り、この市場の周りは多いかもしれないですね。こちらね、三輪ですね。この辺りで生地買ってね、なんか青材作ってもいいのかな、まあ、ちょっと今適当なこと言いますけど、まあでも青材とかあるからありでしょう。いいね、バンミュー売ってますね。ここもヘムっぽいね、いいな、すごいですよ、色鮮やかなこの生地屋さん、ドレス屋さんっていうんですか。先ほど向こうからこう入ってきましたけれどもね、もう少しまっすぐ行ってちょっと見えるかもしれないですけど、あちら三輪教会ですよね。ピンクの色の教会ですね。昔はインスタ映えするということですごく混んでましたけどね、ちょっと夜だからそこまでね映えはしないかもしれないですけど、鶏側ですから、これおこわですね、鶏肉の。こちらね、見てわかると思うんですけどね、ああやってなんていうんですか、ポスターというか電話番号がこうバーって貼ってあるじゃないですか。あれはもう今賃貸中というか、借主募集中ってことですよね。ベトナムもね、まだまだこのハエバチュン通りってすごく交通量も多くてね、まあお客さんというか人も立ち寄るところなんですけど、まだまだね、まあコロナ明け、まあかなり経ってるんですけど、まだまだちょっと 100% ビジネスとしては戻ってきてないですよね。ああいった形でまだまだこう閉まってるお店が多いですよね。まあハエバチュン通りだけじゃないですね、結構メジャーな通りでもね、シャッター閉まってますからね。あそこもそうですよね。うわすごい、何あそこは、初めて見たな、新しいお店かな。すごくなんか雰囲気がいいお店ですね。カフェじゃないでしょうね。今度来てもいようかな。なんかホテルっぽいなんか作りですもんね。倉庫行ってる間にこれ来ました、皆さん、三輪市場ね。まあ来られた方もね多くいらっしゃると思うんですかね。こういう教会になっております。昼間来ると非常にね綺麗かと思うんですかね。だって夜もライトアップすればね、それなりに人来るかと思うんですけどね。中は入れるのかな。あ、ちょっとあれですね、あ、人いますね、いっぱいね。非常に綺麗です。でもよいしょ、こうやってまたねこちらの方見ていただくと、まだこう閉まっちゃってますね、あんな感じでね。本当にここは非常にね、いろんな業種のねお店が多いですよね。まあ、特に多いのはあれかな、ファッション系が多いのかな。向こう行くとアディダスとかね、靴屋さんもあったりしますね。これね、もう少しまっすぐ歩いていくとね、ちょっと見えるかもしれないですけど、 M プラザとかね、レイドワン通りですね、結構メインのところ。あとまあもう一つ教会ですね。で、一区の方ね、ガンガン入っていきますけれどもね、ちょっとね、今日は遠いんでね、あとね、ちょっと今、雨季なんでね、風も吹いてきてね、もしかしたら雨が降るかもしれない。ここのね、ここの場所が私、一番好きじゃないんですよ、こことあともう一つね、向こうね、ものすごい混むからね、もうラッシュ時なんてもう来ちゃいけないですよ、ここはね。この歩道をね、走ります。問題ない。これは何が売ってるんだ。魚とか鳥を売ってますよ、これね。2万ドンですって。
こちら公園ですよね。私ちょっと名前忘れちゃったんですけどね、昔からねある公園になってますよね。いやね、そこまで計画してないんですよ、どこ歩くかとか。だから適当にちょっと歩いてるんですけど、何食べようかなと迷っております。こっち側歩いてもなんかありそうなんだけどな、この何かがわからないな。まあこれまっすぐ行くと、ベトナムの有名で 4P のピザっていうねお店があるんでね、そこ行ってね一人で食べてもいいんですけどね、さすがにね一人で食ってるやつは見たことあるかいるか。でもこの時間でね 4P に一人で入るっていうのはなかなかのね度胸がいりますからね。向こう側公園ですよね、行ってます。ちょっとねこのままねまっすぐ行ってもね何もない気がするのでね、ちょっと戻りましょうかって言って、ここすごい混んでるの。何やさん、何を言ってるの。あ、ここあれやな、分岐点っぽいですね。これだけ混んでるから美味しいんだろうな多分。でも中で食べれないですね。なんだあれ、そこは売ってるのは、そこに生春巻きか、こんな感じで売ってますよ。これを一人で食べるのはちょっと多いな。ちょっとね戻りましょう。ここまっすぐ行ってもちょっとねない感じがするので、向こうの方に戻っていきましょう。こちらね今ね向こうの方からねバーッと戻ってきましてね、向こうがハエバチュンですね。あそこうろうろと歩いていたんですけども、向こうからねちょっと川をこうやってね橋ですね渡って向こうの通りに入ります。こちらねファンディンフン通りですね、またちょっと違う名前の通りになるんですが、こちら今度まっすぐね歩いていきましょう。この通りでもね昔2つかな、飯食い動画をね上げさせてもらったんですけどね、1つはねもうちょっと先に行くとねあるね、この右側にあるお店なんですよ。すごい美味しいね片焼きそばのねお店だったんですけど、非常に繁盛してますね。すぐここですね、こちらの方にありますけどね。もう一つはね結構まっすぐ行ってね左側の方にあったカムタム屋さんですね。この通りもね結構ね賑やかな通りになってますけどね、こう言ってたらこれ来ましたよ、カムタムが。こんな感じでね路上で食べれちゃいますよ。いいっすね、ビール飲みたい。綺麗な女性もいらっしゃいますけどね、私はねまあ興味ないんでね、全く興味ないです。はい、歩いていきましょう。あ、あちらですね、こちらのお店、片焼きそばのお店ね、混んでます。美味しいですね。麺にあんをかけたバージョンと、あとご飯にねチャーハンの上にねあんをかけたバージョンのね2つのねご飯売ってますけどね、概要欄の方にね貼っておきますよ。まあ、ここはまだこうやって歩道があるからいいですよね、こうやってね歩いていきます。まあ、もうそうそうね8時近いんでね、本当にお腹が減ってます。来ますよ。なんでそんなに鳴らすよバス、何がリズム取ってしかも鳴らしてるよ。ここもカムタム屋さんですね、こんな感じでね。うわいいね、私が前来たお店に行ってるね。こんな感じでヘムにありますね。ここはなんだ、あ、文房屋さんですね。いいね、ここもね、うまそう。いや、さっさと食えよって思ってるかもしれないんですけど、なんかそのガシッ、今のなんか食べたいものとガシッとね、来ないんですよね。すいません、わがままでね。結構なんかあれだな、シャッター閉まってるな、両側ともね。もうちょっとこう賑やかかなと思ったんですけどね。うわ見てください皆さん、ヘム、ちょっと行こうかな。こんなところカメラ持って携帯持って行ったらなんかお前なんだみたいなね。何屋さんこれ、バンバン屋さんかな。
ちょっとあの戻ります。なんかあのおかみさんもなんかあんまりなんだこいつみたいなね感じに見られるかもしれないんでね。ただこういうヘムいいっすよね。やっぱりあのほとんどバイク乗ってるんでね、こうやって歩くことがないので、歩いてる時にこうね発見するものもありますよね。再発見ね。あ、ジムだよジム。最近ねジムもホーチミン多いですからね。本当にね、高いジムなんかね、もう本当1万ぐらいしますもんね。ここもカムタム屋さんかよ。どんだけ多いのよここ。うわ、またいいねここ。なんかこの雰囲気が、このおじさんがまた肉を焼いちゃってます。こんな感じで3万丼か。リーズナブルですね。ミルクティー屋さん、値段書いてる。安いね。例えばこれだってキャサウーロンって言って、結構ねウーロン茶とあのミルクティーをこう割ったような美味しいやつですけどね、700ミリ入って2万3000のですよ。1リットル入って3万3000のってすごいな。安いね。たまにね私もあの、ウーロン茶とミルクティーのこのセットみたいな混ぜて飲むんですけど、うまいですよね。うわ、パン屋さんだ。美味しそう。こうやって見るとね、クロワッサンとか、これはニンニクとあれかな、バターのこのクロワッサン1万5000ドンとか、チーズバー1万5000ドン、ニンニク、すいません見るだけで。うわ、なんかあっちもうまそうだな、なんか屋台とかあって。ドンボーですね。91、なんか結構混んでないかここ。うまいのかな。うわ、結構混んでるな。すごい。もう少しまっすぐ行くとなんか、ね、屋台というかなんか、ま、あ、ここかな。あ、そうだ、ここだ。そう、これね、昼間ちょっとあのマーケットになってますよね。なんてフーニャンマーケットだって。ここでなんか食べようかな。ボッチェンがありますよ、ボッチェン。ここにボッチェン、うん、ここはなんかタイ料理屋さんか。なんか、あ、でも飲み屋っぽいな。向こう側なんかあったかな。ほら、まあ、ちょっと違うな。文房屋さんとかですね。なかなか食べるのが決まらないな。そうか、よし、それもいいだろう。行こう。でも最終的にね、こうやって食べるのがね、さっき見たあの豚肉のカムタムとかだったりするんですよね。お前マジかよみたいなね。フルーツ売ってます。シャインマスカットらしきのも売ってますね。ここのね、あのサトウキビジュース屋さんすっごい有名なんですよ。いつもすごいあの混んでます。すごい。飲んでみようかな後で。あ、犬だ。犬、はい、犬噛まないで。あそこのサトウキビジュースさん本当有名でね。ちょっと後で行こうよ、ご飯食べてから。とりあえず飯だ飯。あ、ここだ。前ここで僕食べたんですよ。あのビデオ撮ったんですけどね。そう、ここバンミン屋さんだな。やばいぞ、ちょっと何もないみたいだぞ。これもな、ちょっとな。あ、あっちにあのミースイカはありますね。ワンタン麺屋さん、いいな、それもな。ちょっと向こう側渡ろうかな。確かこっちまっすぐ行ってなかった気がするんですよね。そこそこ混んでるんで、ちょっとあそこで食べようかな。よっしゃ、ここで食べましょう。よいしょ。
いやもうね、顔を拭いてたらね、電光石火で来ました。早い。こちらね、今回のこのミーですね、麺の汁なしタイプですね、なっております。そしてね、私も結構こういうのはね、初めてかな、食べるかもしれないんですけどね、このスープ、あとはあの牛肉とミートボールっぽいね、ものが入ってます。あとは、アキレス腱じゃなくて牛すじがね、入ったものですね。これとこれをね、一緒にいただきます。はい、それと別途ね、このね、皆さんおなじみこの水餃子頼みました。エビが入っちゃってます。前後して申し訳ないんですけどね、メニューね、こんな感じになってますね。だいたいまあこうやって見ると5万丼とかになってますね。私頼んだのね、こちらですね、あのミーコーですね、こちら。あとね、別途ね、このスイカを頼んでおります。はい、いただきましょう。もうね、お腹減ってね、もう大変ですね。まずもうちょっとね、これがどうしても食べたい。いただきます。エビがね、透き通ってみます。いただきます。うん、このソースがね、非常に辛い、酸味の効いた醤油ベースのタレで辛みが効いてますね。で、エビがね、大きいのが入ってるんで、非常に食べた感、ジューシー感、エビのプリプリね、全部楽しめますね。これなんだろう、このスープは普通についてくるのかな。うまい、このスープ、この麺に多分入ってるスープですね。うまい。こちらね、多分この水餃子みたいなやつにこれつけて食べるやつだと思うんですけど、うん、ちょっとジャンとあとチリがこう混ざったものですね、なっております。うわ、香り香ばしい、なんかごま油っぽい匂いしますね。うまいわ。あともやしとひき肉ね、あと揚げにんにく、揚げ玉ねぎ入ってます。これそのまま食べても味ついてるかな。うまそう。卵麺ですね、いただきます。3杯欲しい。美味しい。味もしっかり濃い味ついてね、このままでもうまい。こちらね、牛肉ね、あとはこちらボービエンミートボールっぽいやつ、牛肉をこうミンチにしたやつね。あとこちらあれかな、牛すじかな、入ってますね。うん、これはサテが入ってるからちょっと辛めですね、このさっき飲んだスープに比べると。これつけていただきます。柔らかでうまい。うまっ。ここね、意外と人気店だと思います。混みますね、結構お客さん入ってきますね。ベトナムはね、あのフォーもそうなんですけど、ベトナムはね、あのフォーもそうなんですけど、あとフーテューバンカンとかね、そういった麺もあるんですが、もちろんね、こういうね、日本人おなじみのこのね、卵麺も、ね、ベトナムの方ございます。うん、懐かしい。入れちゃいます。うん、絶妙。この臭
草くんたちもいましたよ。ちょっと入れましょうか、せっかくだからね。もうね、今じゃこの草の虜ですからね。うまいわ、うん、腹減ってるから余計にうまい。うん、今ね、あの店主の人からね、この食べ方をね言われたんですけど、これを麺に入れるなと。このタレがあるからこれでじっくりと味わえとね今言われました。すいません店主、どうもいただきます。確かにうまいよこのタレもね。うん、このソースに浸かりたいね。うまっ。これ牛すじね、これタレつけていただきます、うん、スープもうまい、うん、このお肉もね非常に柔らかくて最高に美味しい。今日は私もう本当にどこで食べるかっていうのを決めてなくて、パパって入ったんですけど、こういうね、あのパパって入る屋台でもね、あんまりねベトナムはね外れはないですね。だいたいねもう平均点が平均点以上なのでね、心配しないで入っちゃってください。心配しないでね入っちゃってください。心配しないでね入っちゃってください。ここ持ち帰りしてる人もね結構いますね。今2人待ってますけどね、うん、卵麺食べたの久しぶりだな。でもうまいね。うわ、うまかった。みんなあれだな、汁なし頼んでますね。美味しかった、ごちそうさまでした。最高。お会計しましょう。はい、ごちそうさまでございました。合計ね8万9000トンとなっております。あのね麺、卵麺のねあのスープ付き、あちらがね5万トン、そしてねあのスイカ君、あちらがね3万5000トンとなっております。あとお茶とねまあ濡れティッシュ、あちらが2000トン2000トンずつで合計8万9000トンとなっております。非常に美味しかったですね。うん、あの麺の値段もねまあ平均的なお値段で、味もね非常に美味しかったですね。まあこの辺りこのお店もね非常になんかお店もお客さんガンガン入ってきてるんでね、有名店なのかもしれないですけど、ラッキーなのかどうか分かりませんが非常に美味しかったです。はい、皆さんもぜひねもう見つけて美味しそうだなと思ったらねガンガン入っちゃってください。まずくても思い出ですから。私何度も経験しております。そういったことでごちそうさまでした。もうね私もちょっと暇じゃないんでね、ちょっとこの後ねもっと歩きたいと思います。行きましょう。はい、ごちそうさまでした。あちらの方でね食べましてね、またね向こう側に戻っております。なんでかというとね、皆さん私さっき言いましたね、サトウキビジュースあれ飲まないとね、私ね正直ね好きじゃないんですよ。でもねあれだけ混んでるんでね、ぜひ飲んでみましょう。前から実は気になったんです。うわ、ここからでも見えますね、あそこ混んでますね。ちょっともう渡りましょう。うわすごい、ちょっと待って、さっきより混んでるな。あそこ何が秘密があるのか、あそこは。ハローすごい可愛らしい子たちですね。バンミン屋さんですね、さっき通りましたね。すごいお店の宣伝をしてましたけど、私もああいうね無邪気な頃があったんですよ。今はもう心が廃れてねダメですけど、すごい混んでる。これヌクミヤだ、1万5000ドンですって。じゃあちょっと飲もうかな。うわ、ほんとねこのお店はねここ通るたびにすごい混んでるんですよね。こちら隣は晩秋屋さんですね。これね
カスタードクリームが入ったこれね、シュークリームですよ日本で言うとね。あ、そうだ、たまに私もここのお店じゃないですけどね、買って食べますね。バニーが4万ドンか、まあそうな、そうだな、すごいわ。みんなお金用意しとこう。1万5千ドンだから2万ドンね、こうやって用意します。だってもう、だってここの通り見てもね、もうここのお店だけもう特筆してますよね、こんな感じでね。サトウキビ屋でこんな並ぶとは思わなかった。でもこれ現金商売でレシートもないからな、うまくやってんだろうな。カップに入れなくて袋に入れて持ち帰る人もいますね。8時半過ぎでサトウキビジュース飲みますか皆さん。このサトウキビジュースの隣はね、こうマーケットになってますね。いや、もうこんな、もう皆さんこんな感じでのサトウキビ。買いました。5分ぐらい待ったかもしれない。とにかくすごいよ、相当うまいんでしょうね今ね。もうワクワクしてますね。さてどこで飲むか、こちらに歩いていこうかしら。まさかこんな暗闇で飲んでもな、ちょっとね場所がないんで。よし、ここで飲もうかな。もう路上 YouTuber みたいなことしますからね。いただきます。うまい。私が昔飲んだあの甘ったるいサトウキビジュースとは違いますね。ちょっとこうレモンっぽい爽やかさもあって、その中にこうすっきりとした甘みがあるんで非常に飲みやすい。あ、おいしい。サトウキビっぽさを感じないですね。なんか私あんまり甘ったるいジュースが好きじゃないんで、これは本当にあの柑橘系のすっきりさもあって美味しいですね。素晴らしいじゃないの。ただ今私今こうやってしゃがんでね、ちょっとあの飲んでるんでね、周りからこいつぬくみや持ってサトウキビジュース持って何してんだってね見られてると思うんですがね、関係ありませんよ。飲みながら歩きましょう。ああ。お腹いっぱいジュースで、ここもヘムですね。いいよ。ここねまっすぐ歩くとね、どっかに着きますね。通り名忘れました。これちょっとまっすぐ行ってね、左入っていきましょうかね。ちょっといいところでね終わりたいとは思うんですがね。ここは本屋さん、ベトナムの本屋さんは夜になるとね、もう家族連れとかでね混みますよね。あと結構立ち読みとかもできたりするんでね、涼しいしね、結構涼みに来られる人も多いですね。交通量減らないね。よいしょ、この通り入っていこうか。あ、ウィンチョンというのは向こうか、ウィンバンバンだ、まあ、この通りでもいいですね。こちらの方ちょっと入っていきましょう。以前ねこちらの方でもね一回そこもカムタムだったかな、この通りで食べたんですよね。行き当たりばったりで食べたんですけど、まあそこそこ美味しいお店でね良かったんですが、ここの通りもね意外とね賑やかですよ。服屋さんとか飯屋さんとかねあったりして、ここもカムタムだ、多いなカムタム屋さん。やろうかな。ここにもサトウキビ屋売ってますね。1万ドンだサトウキビ。あっちもカムタム屋さんですね。ただちょっと麺食べたのはいいんですけど、今8時45分なんですよ夜の。
多分ね10時ぐらいになったらねお腹減るんでね、どうしよう、またパン屋だよ。バースデーケーキとか売ってますね。やっぱちょっとあの甘いっすよね、ベトナムのケーキってね。以前私の友達 あの娘さんの誕生日でね、誕生会行ってね、あのケーキ食べたんですけどね、もう2個食べたらね、もうね大食いの私でもね、もうこれ以上食いたくないって思うぐらいのその甘さとなんか濃さ、脂質がありましたね。あれはすごく、それ以来やっぱちょっとね食べるの控えてますね、ローカルのケーキ屋さん、ケーキ屋さんじゃパン屋さんのケーキはね。ここもヘムですね。ここ入ったら多分携帯なくなりますね、やめよう。よいしょ、ここは何だろう、これはバンミーとかバンバオですね、売ってますね。もっとベトナムはああやってね気軽になんかバンミーとかね、あとジュースとかね路上で買いたりするんでね、いいですね。昔ながらのハバママショップね、うん、そろそろあちらの通り近づいてきてますね。結構歩きましたね。どのぐらい歩いたかな、40分ぐらい歩いたのかな。いい運動にはなりましたね。雨本当降らなくて、まあ本当良かったでございますけれどもね。このね通りはあんまりあの観光客の方にとって馴染みのない通りかもしれないんですけど、あのハイバチュン通りはね観光客の方もね結構通ったりするんでね、ぜひ行ってみてください。ごちそうさまです。はい、といったところでこちらね南紀五位の方に着きました。こちらですね、右が行くと空港、左が一区になっておりますけれども、いやそういったことでね、こちらハイバチュン通りの近くね、まああとそのね奥の通りですとかいろいろ歩いたんですけれども、こんな感じになっております。皆さんとね気軽にね夜歩いちゃってもね安全ですしね、もう好きなようにあの皆さんおちみの方旅行に来てみてください。そういったことでね、ご視聴いただきありがとうございました。ホーチミンからさようなら。